俺大野雄太浪人生、金はないけど夢はある。大学に合格して愛するみのりちゃんと結ばれること。なのに入居した下北沢のシェアハウスヌートピアには美人で色っぽいお姉様が5人。オーナーで服飾デザイナーの千穂さん、美容師のカオルさん、女優志望のフリーター夏目さん、作家志望の女子大生美葉さん、そして予備校生でキャバクラ嬢の真央さん。女5人の中に男は俺1人だけ、浪人生の俺がよりにもよってハーレムに。しかも私聞いたんです、ユータがここで家賃の代わりに体で奉仕してるって。その通りよ。みのりちゃん、パパ、パパ、俺ていうか、パパなわけないし、童貞だし。何ですか、童貞って。みのりちゃん、大丈夫？私か、あのシェアハウス、どちらかを選んで。答えが出るまでは会いたくない。さよなら。いい？みんなには内緒だからね。ゆうたさん、ごめんなさい。もういいんです。みのりさんとはどうなの？のぞみさんには関係ないじゃないですか。大体なんでいつも警察の方がここに。誰が一番好きなのかはっきりしたら。僕が一番好きなのはみのりちゃんです。お待たせ。あのね、君、さっきはごめんなさい。メイと申します。神戸から来ました。みえちゃん、のぞみちゃんに補導されそうになったんで、ゆうたをとっさにパパにしたんだって。ねえのぞみちゃん、この子しばらくここで預からせて。預かる？ちょっと訳ありなの。ほら、今ってゴールデンウィークだし、私がこの子の面倒見るから。ちょっとそれは。みんな大丈夫です、ゆうたさんもいるし。はぁ、かわいい。めい、お姉ちゃんがずっと一緒にいてあげる。夏目さん、でも舞台の稽古があるんじゃないですか。もういいの、いいの、そんなもん。メイ、ルートピア案内してあげる。行こう。夏目さん、そういえば夏目、去年も今頃ちょうどゴールデンウィークあたりに情緒不安定になってた。大抵ちょ、何言ってんですか。やめてください。いいから大抵。夏目もいろいろあるのよ。舞台でセリフのない役になっちゃったって言ってたじゃない。ユータ、ここは一つおいしいランチよろしく。千穂さん、あの子、家出少女なんですよ。やっぱ、まずくないですか。そうですよ。なんかあったらどうすんの。姉ちゃんの親のことは私が手を打つわ。絶対、絶対何かあるわよ、その家出少女。わざと見逃してきたわよ。きっとそのうち尻尾出すわ。室井千穂、愚かな女ね。今度こそ臨時町内集会を開いてヌートピアを糾弾できるわ。隠し子かも。隠し子？あのメイって子。ああ、室井千穂は8年前パリに留学している。パリであの子を産んだとすれば、計算があるわ。メイは母親室井千穂を恋しがってやってきた。そして千穂は他人のふりをしてヌートピアに置いて。許せない。子持ちのくせにあの女、ミズ下北沢第三商店街になったなんて。
ギツネよくも。いい加減ミスコンのこと諦めたら。ミスコンのことだけじゃないのよ。私へのキツヤこと室井千穂の因縁は、私は絶対にヌートピアを潰す。あら、潰す潰す潰す。おしぼりちょうだい。潰す。おしぼりちょうだい。おばやっぱ厳しいか、引っ越すのは。家賃1万円で住めるところなんてそうそうないわよ。ばあさん、長野の実家に帰ればいいじゃない。親父には感動されたも同然ですから。だらしないわね。え、このヌートピアでの暮らしに何にもやましいことがないなら彼女に堂々としてればいいじゃない。僕はみのりちゃんに悲しい思いをさせたくないだけです。そういう中途半端なところがダメなのよ。マオさん、童貞さん。うわ、なんだお前かよ。優しくてお料理もできる男の人って素敵。メイ、そういう人を探してたんです。ませてんな。ねえユタさん、メイ渋谷とか原宿とか表参道ヒルズとかでデートしたい。はぁ、デート？3人で行こうよ。ダメ、メイは東京の思いを童貞さんと作りたい。童貞って言うなよ。いい、3人で行こうよね。僕受験勉強があるから。何、女に体で奉仕してる？そうなんです。あんにゃろ。もっとした。はい。もっともっとした。はい。私も早くして。もっともっとした。はい。もうちょっとだけした。はい。ああ、そこねえ。ねえ、私もお願い。おお、ふざけんな。俺だって惚れた女がもし別の男と一緒に住んでた日にゃ、その男をぶち殺す。あ、まあ、みのりさん、ちょうどよかった。話があるの。ゆうたが掃除や料理を。下北に家賃1万円で住めるわけないでしょ。あいつ朝ごはんや夜食作ったり、個室外の家中全部掃除したりしてる。体で奉仕してるっていうのはそういうこと。真央さん、どうしてそれを私に。うざいのよ。え、あいつお金ないくせにヌートピアを出るべきかってうだうだ悩んでて鬱陶しいのよ。言いたいことはそれだけ。じゃあ、ゆうたのことよく見てるんですね。屋根の下でたくさんの時間を一緒に過ごして、外じゃ見せない顔を見せて、どんどんお互いのことを知っていって、心配したり思い合ったりするようになって、一緒に暮らすってそういうことじゃないですか。私どうしたらいいかわからないんです。私の知ったことじゃないわよ。みのりちゃん、どうすりゃいいんだよ。何すんだ。聞いて。え、聞いて。何、え、ですか。ごきげんよう。私はあなたを助けに来たのよ。怖がらないで。怖いですって。あ、
はい、これあげる。結構です。あなたのパパとママはどこにいるの？それってプライバシーに侵害じゃないですか。あなたのママは誰なの？あなたじゃなくてよかったです。うまっ。口の達者なお子だこと。何してんのあんた。ベイ、キッチンに行ってておやつにしよう。えのきつやこ、私を恨むのは構わないけど、子供にまで噛みつかないでくれる？このツッパン。室井一郎、このヌートピアでメギツネが家出少女をかくまってるって分かったら、ここはおしまいよ。ごめん、遊ばせ。千穂ね。いいのよ、大丈夫。メイ、おやつにしよっか。うん、今日ね、クッキーがあるんだ。いっぱい食べれるかな。全部食べちゃう。他の子も食べる。ゆうたちゃん、ちょっと来て。え、夏目さん、勝手に開けるのは良くないですよ。でもメイが心配なの。でもちょっと。お野菜分かれば。何してんの？勝手に開けるなんてひどい。ごめん、お姉ちゃんメイのこと守りたいの。ジムさんやユウタさんのこと信じてたのに。メイちゃん、メイ、メイちゃん、メイ、メイちゃん、メイちゃんがいなくなった。はい、みんなで下北中探したんですけど、ユウタから連絡あって心当たりがあるから夏目と探しに行くって。千穂さん、やっぱり一緒に連絡しますよ。そうね、私の責任だ。隠れてた。子供ってそんなに遠くには行かないものよ。ごめんなさいメイ、ママに会いたくてこっちへ来たけど、本当は会うのが怖かったの。怖い？ママ、メイが家出してきたって知ったらきっと困ると思う。メイ、もういいからお風呂入っといてね。千穂さん、メイちゃんのママって誰なんですか？隠し事なんて千穂ねらしくないよ。もう少しだけ待って。あー、よかった、よかった。帰りましょう、急がないと終電が。あっ、夏目さん、気分が悪いの。助けて。大丈夫ですか？助けて、気分が悪い。大丈夫ですか？行く。嘘だろ、ラブホテル人生初だ。夏目さん、明るいと気分が悪いの。大丈夫ですか？熱は？ゆうたちゃん、あ、僕やっぱり薬とか買ってきます。寒い。え、なんで寒いの脱ぐんですか？これはね、裸で温め合うから。え、ちょっとやめてください夏目さん。
元気じゃないですか。でも信じて、賢い女の計算づくより真実の女の証をお見せいたします。夏目さん、ダメですよ。嫁入り前の娘さんがこんなことしたらお父さんやお母さん悲しみます。はい、西野夏目は孤独の女、悲しむ人なんていないの、誰もね。私の母親は愛人だったの。夏目さん、母はね、よく私を連れて父の家を見に行ったわ。私が7歳の時の子供の日、父は庭で息子に大きな鯉のぼりを見せてた。それを見て母はつぶやいたの。男の子を産むんだったって。夏目さんが悪いんじゃありません。私はいらない子だったのよ。夏目さんは優しい人です。いつかきっと自分で愛のある家族を作れます。私は劇団でも必要とされてない。夏目さんにはこれからがあるじゃないですか。だからもっと自分を大切にしてください。おはようございます。もしかして起きてたの？ずっと。はい。バカじゃないの？すいません、僕せめて肉布団とか湯たんぽとかそういうのになれればと思って。夏目さんのジュリエット素敵でしたよ。ありがとう。感じた。あったまってよ。あっちゅ。すいません。寝てる。そう、メイちゃんのお母さんって？私。だってカオルさん独身じゃ。シングルマザーなの。メイを神戸の実家に預けて仕送りしてたんだけど、私一人で育てるのはちょっと厳しくってね。じゃあ千代さん全部知ってて。プライバシーを守るのがシェアハウスのルールだからね。
メイはカオルに会いたくて家出してきたの。でもカオル、幕張で美容師のコンクールがあって、泊まり込みでどうしても身動きが取れなかったから私が。一日でも早く自分の店を持ってメイを迎えに行こうって頑張ってきたんだけどね。カオルちゃん、ごめん。こんなんじゃ男にもみんな逃げられてきたんじゃないの。私の方こそごめんね。メイを夜中まで探しててくれたんだってね。ありがとう。美波さんに、そして私、子供のくせして10年早いんだよ。10年経ってもメイは17歳です。ウェムさんは若い方がいいですよね、童貞さん。童貞って言うなよ。若い方がいいんですか。ひどっぽい方がいいのよ。誰が一番好きなのよ。昨日は本当にいっぱい回してくれたのよ。いやいや、ちょメイちゃんどうするの。明後日の日曜に連れて帰る。神戸の両親にメイを引き取ること話そうと思って。そう。どうすんの、みのりさんのこと。僕決めました。みのりちゃんにちゃんと僕の気持ち証明します。そう。よっぽど好きなのね。私、ゆうたさんの家庭教師になります。え、本当ですか。はい、ゆうたさんの力になりたいんです。ありがとうございます。何よ、女子大生だからって。こいつの偏差値35よ。お嬢がちょっと頑張ったくらいじゃどうにもなんないわよ。そんなことないです。頑張ります。僕、みのりちゃんに証明する。僕が真面目な気持ちでヌートピアにいるんだってこと。今偏差値35だけど、来週の模試で偏差値45まで上げてみせる。そしたらヌートピアに住むことを認めてほしい。俺、大野優太は田島みのりを、待ってる。みのり、俺頑張るよ。
そんなに好きなんですね、彼女さんのこと。美原さん、鑑定教師よろしくお願いします。お願いします。すいません。いやいや、英語やってたんですね。あ、はい。これは形容詞です。かかったところを見てください。かかったところ。はい、名詞にかかるのは形容詞。それはとても深い谷間です。 It is a very deep valley. Deep? 動詞にかかるな、武士。あなたは深く潜るでしょう。 You will dive deeply. Yes. じゃあこの問題やってみましょうか。彼女は強く寄せてあげる。彼女は強く寄せてあげる。ケイさんは大丈夫ですか？僕やっぱり勉強は一人で。なんで私じゃダメなんですか？何やってんの？もう行って。セリフの穴役に戻ったの？好きな人の声を応援するのが純愛です。白のドネルジョラック。うるさい文学オタク。なんてぶりっ子女優が。え、お前なんて言ったの？ぶりっ子女優だって言ってんだろ。うるさい処女女。女なんて関係ねえだろ。関係あるわよ。ちょっとどこ行くのよ。僕読み込んだ自信して勉強した。ゆうべもベッドで言ったよね。はぁ、ゆうべもベッド？ちょっとゆうてさん本当なんですか？ちょっといつの間に。話してください。申し訳あるんです。メガネちゃん。第1回キキキ自転車大満レーン。位置についてよーい。シラノドベルジュラック。あー、シングスピア。テレシー・ウィリアムス。ゲーテ。ゲストナー。サマセット・ボーム。何なのよ。キャー、ちょっと。何よ、メガネ主将、ムカつく。さて、来週の下北グローリーデイズは新しいチェアメイト、男にしましょう。ちょっと素敵。私のも見て。私のも。教えてあげる。私の情熱。ある時は五反田のナース。下北グローリーデイズの携帯サイトがオープンしました。番組の最新情報をはじめ、出演者の待ち受け画像など注目のコンテンツがいっぱい。どんどんアクセスしてください。